こんばんは。2016年の4月の29日、4月の29日、もう4月これで終わり。来週は5月ですね。20時4分です。藤木ゴロでございます。よろしくお願いします。もうね、今今日はね、お腹いっぱいでね、もう今からもう寝ようか言うてね。いや、さっき寝たんですよ。お腹いっぱいになったんで寝て起きたところなんですけどもね、もうまたね、うとうとしてきてね。と申しますのもですね、さっきご飯食べたとこっていうことじゃないんですよ。お昼に食べたんです。お昼に食べたんです。で、今日は一食まだ食べただけなんですよね。朝起きたんですけども、お昼に食べて。で、なんでお昼になったかというと、天気が良かったんでね、シーツとかね、敷きパッドとかですね、毛布とか毛布かけて寝てるんですけれどもね、それ全部洗濯したんですよ。何湯たんぽのにおくるむやつあるやんか、タオルいうの、なんか湯たんぽに巻くやつ、あれもね、もう全部洗濯をしてですね、1週間ぶりぐらいですね。で、全部干して、やっぱり天気がいいといいですね。全部乾きます。ちゃんと直射日光に当てればね、2時間3時間2時間程度で乾きますよ。もう来月再来月なんかもう梅雨やんか。いやらしいよ。もう雨降った日なんか、室内で干してたりなんかしますとですね、洗濯物干したりすると、3日経ってもびしょびしょみたいなことがありますからね。もうそんなもん、虫歯で使うもんなりませんからね。だからね、いい天気っていうのはね、もう天の恵みだなというふうに思うところではあるんですけども、今日はね、昨日、おとといぐらいからふっとカレーが浮かんだんですよね。カレーライスが浮かんだんですよ。で、もうね、料理もしないんですよ。で、洗い物やらいろいろ大変やからね。で、これからあったかくなってくるじゃないですか。虫湧いたら嫌やからね、生ゴミとかあんまり出さんようにしようと思って、ただね、こうふっと浮かんできたカレーライスがですね、自分で作ったカレーライスなんですね。よそで外で食べたら、パパッと、カレーライス大盛りください、言って、カツカレーください、言って。食べてお金払って、それで済む話ですよ。洗い物も何もしなくてもいいんですけれどもね。家で作るカレー、僕の作るカレーが、パッと浮かんでしまう。これが厄介なと、もう何ヶ月かぶりにですね、今日カレーライスを作りまして、ね、僕作るときは、これもなんか損得主義というんですかね、スピリチュアルに関わってるんですけれども、そういうところがまだ抜けきれないというかね、別に抜ける気はないんですけれども、大量に作らな損やと。たくさん作ったら得やと。なぜならたくさん、カレーライスがあるからっていうね。そういう幼稚な発想なんですけども。鍋、大きい鍋と、実際、チキンラーメンとか食べる用みたいな、こう、絵のついたちっちゃい鍋があるんですけども、その大きい鍋とちっちゃい鍋で、分量いっぱいいっぱいぐらいになるぐらいで、1500ミリと500ミリぐらいの鍋ですけどもね、分を大量にカレー作ったんです。で、今日は成功しましてですね、大概成功するんですけども、今日はかなりの成功というかね、作ってすぐ食べて、あ、美味しいという感じになりました。で、もう忘れんようにね、これ録画残っておりますから、メモがてら、ちょっと分量をね、ルーの内容をちょっと申しますと、プレミアム塾カレーと、辛口ね。僕、辛口が好きなんでね、カレーは辛いもんですからね。ジャワカレーの辛口と、で、バーモントカレーの辛口を混ぜたんですね。大きい鍋にはバーモントカレー半分、ジャワカレー半分分ぐらい。で、おまけに、プレミアムジョコカレーはね、一粒一粒サイズで入ってるんですよ。ちっちゃい、パックで入ってるのね。で、それをコロンと二つぐらい入れて。で、ちっちゃい鍋には、プレミアムジョコカレーをコロンと三つぐらい入れて、あとジャワカレーを入れて、作ってみたんですよね。で、どっちもこう、こっち側だけかけて食べて、で、こっち側だけかけて食べて、意外とね、で、後からご飯いっぱい乗せて、どっちもかけて食べて、で、最終的には、そう、1食で済むわけないですからね。4食、5食分ぐらいありますから、冷蔵庫に今入れてますけれどもね。一つの鍋に入れて、混ぜてももう置いてあるんですけどもね。この後も食べるんですけどもね。もうお腹空いてないわけですよ。で、
そうやな、ヨーグルトをね、ちょっと食べたんですよね。ちょっとだけ食べたんですよ。だから余計にお腹空いてない。で、えらいもんでね、昼食べたんですよ。まだお腹空かないんですよね。で、バーモントカレーっていうのは普段買わないんです。あれはね、なんか子供が食べるもの的なね、カレーの王子様的ななんか勝手なイメージっていうんですか、あるんですよね。ところがね、ふっと、家で作るカレーを昨日、一昨日ぐらいにふっと思い、描いた時にですね、同時に浮かんできたのがですね、一昨年ぐらい前ですかね、一昨年というのは一昨年のことですかね、大概に半年に1回ぐらい名古屋にね、視聴者の方、予算いらっしゃるんですよ。で、お会いしに行ったりとかするんですけども、宴会したりとかするんですけどもね、一昨年名古屋に伺った際に、ある視聴者の方のお宅に、お招きいただいて、カレーライスをご馳走になったんですね。僕はカレー大好物やっていうのをご存知で、で、その方がね、バーモントカレーと他のルーもかな、前、ここの部屋で出ていただいた、愛さんっていうね、眼鏡かけた女性の方なんですけどもね、サンタの帽子を一緒にかぶって出させてもらったのかな。で、お宅にお邪魔を一昨年して、で、それがね、すごく美味しかったんですよ。だからバーモントカレー侮れないなっていうのがあって、今回入れてみたら良かったですね。リンゴと蜂蜜ですよね、あれは。で、少年隊の東がコマーシャル、あれはだいぶ前ですよね。僕、小学校の頃ぐらいですかね。で、美味しかったですね。で、もうちっちゃい鍋には、プレミアム熟カレーと、なんや、ジャワカレー辛口を、ね、そっちの方の味はね、ちょっとまったりとした感じで、ちょっとくどいかなっていう感じがあったんで、2種類作ってこれ正解でしたね。で、いつもね、そんだけ量を作るわけですけれども、本当はね、鍋1杯分、そのちっちゃい鍋分はもう量としてはいらないぐらいのもんなんですけど、やっぱりたくさん作らな損やみたいなね、なんか食べ物に関してね、卑しさみたいなもんが未だにありますよ。この飽食の時代に食べることに困っていないわけですよ、僕は。幸い。で、なんか災害にも負ったことないし。で、もう、さっきその3杯分、3、2枚ぐらい食べた。だからお腹空かへんねんな、お昼食べても。で、鍋1杯分にこう、またちっちゃい鍋の分を入れたんで、今鍋1杯分ぐらいが、冷蔵庫にストックされているわけですけども、それをやっぱりこなすためには、今夜もう夜8時ですよ、これ終わってから食べざるを得ないわけですよ。あと食べたいわけです。カレーの味で口の中を満たしたいっていうのがあって、ところがね、まだお腹空かない。でもすく時って急激にすくやんか。あと一口食べた途端にグーって空いてきたりするやんか。だそんなもんやから、まあまあええんやろうというふうに思う。ヨーグルトも残ってるのが、いちごと、いちご潰してね、ヨーグルト混ぜてね、半分以上残ってるんですよね。実際、ヨーグルト食べて、この後ね、それでお腹満たされるんですよ。だから、カレーわざわざ食べる必要ね、こんな真夜中にね、これから先。で、だからね、結局ね、でも今日食べへんかったら、明日食べますよ。明日2食ちゃんと食べますけど、それでも鍋1杯分ですからね、そんな全部減るっていうことはないんじゃないかと。で、あさってまでその冷蔵庫入れとくとかにしてもですね、あんまりそのもうあったかいしですね、季節がね、カレーっていうのは何日も持たせるもんじゃないと思うんですよね。で、バイ菌が繁殖するでしょ。あれね、なんかで見たんですけどもね、温めるでしょ？温めたら、バイ菌が、なんか、バリア作ってコーティングして、熱いのんから、身を守って生き続けるんですって。カレーの、だから菌っていうのは、しぶといらしいですよ。香辛料入ってるから大丈夫かなとか思うんですけれども、結構ね、腐るやんか。出しっぱなしにしてたりなんかしたらすぐに。
だからね、怖いなと思うからね、明日で処理、してしまおうということで、結局今日、じゃあ、いや、もうこの後お腹いっぱいなのにかかわらず、終わった頃にはね、ずっとこれ喋り続けますから、お腹すくと思うんですけど、これ食べるんでしょうけれどもね、結局、その夜中にそんな食べる必要はないわけですよ。むしろ、体にはあんまりよろしくないかもしれない、こんなガブ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 食べて。いくらまだ1食しか食べてないって言ってもね。ただやっぱりね、この損得のものの凝り固まったそのちっちゃい頃からの考え方とかですね、あと、そうですね、それしかないか。その今日のこうなるのは分かってるんですよ。分かっちゃいるけどっていうところですよね。どうしたもんかなっていうのがね、未だにそうやってずっと生きてきたにもかかわらず、やっぱりね、習慣とかね、今までのものの考え方とかっていうのを、変えるっていうのはね、もう膨大な月日がかかるんじゃないかなんて思ったりもするわけですよね。本当はどうするのが一番いいかっていうのは、分かってて、自分を客観視できるようになって、他の目で見れるようになっても、まだやっぱりカレーを、ちっちゃい鍋分も余分に作ってしまいたいっていうね、思いがある。で、もう2つの鍋で作ることによって、2種類のカレールー、こっちはこれを混ぜて、こっちはバーモントカレーじゃないのを混ぜてとか、で、味どうやろっていうのもあるんですけどもね、それは後付けの言い訳じゃないかと。で、結局、それやったら、どっちもの鍋ひたひたになるまで、いっぱいいっぱい作る必要はないじゃない。大きい鍋の分、半分だけ作ってっていうふうにやってもいいわけじゃない。それができないっていうのはね、やっぱりね、今まで長年培ってきた習慣っていうのを、変えていくっていうのはですね、ちょっとずつなのかななんて思ったりします。で、この後ね、今僕喋ってて、やっぱりね、こうした方がええかなっていうのがね、自分の中で指針として出てきましたよ。この後カレーを食べずに、ヨーグルト、残ってるヨーグルトを食べるべきや。残ってるヨーグルト多分ですね、300g ぐらいのヨーグルトと、いちごを潰したん7粒分ぐらいやと思うんですよ。それで、もうお腹いっぱいになると思うんですよ。で、夜やしもそれでいいと思うんだよね。体としてはね。健康面としては。で、明日、なったら、家でもカレーたくさん山盛り食べられるわけやからね。何も今じゃないといけないわけじゃない。どうもね、カレーに関してだけは嫌し、あと、バイキング行ったりとか、あと人の家にお呼ばれを、いろんな方の家を、入れていただいてね、ごちそうしてもらうっていう機会が、幸いなことに多いわけですよね。ごちそうになるってなると、山盛りいろいろと、肉やら、魚やら、ご飯やら、もう野菜いろいろもう、作ってくださり、用意してくださる、それはね、もう食べるって決めてるんですけどもね、美味しいし、ありがたいしね。食べ物に関しては、困ったことないねんけれどもね、なんないんでしょうね。自分でもわからない。で、今これちゃんと宣言してます。自分に向かって言うてるんです。ここで皆さん見てる前で録画残ってる、このスペシャルテレビという公共のものを使って勝手にね、自分にこう言い聞かせとるわけですよ。ここで言うたらちゃんと1時間後の自分は守るやろうというふうに思うわけです。この後僕はヨーグルトを食べてカレーは食べない。その1時間2時間後の自分がどうしてるか、明日どんな生活してるかわからない生き方してますからね。で、その場その場の感覚で思ったようにこう動いてるタイプの人間ですから、先の計画を立てたことがないのでね、どうなるかわかりませんけども、とにかくヨーグルトしか食べへんぞっていう気構えでね、今日は行ってみたいなというふうに思ったりも
したりせへんかったりいろいろするんですけどもね。で、昼カレー食べてる時にですね 久々にスピリチュアルテレビを見たんですよね。これスピリチュアルテレビですけども、他の、先生方のなんか見てみようと思ってパッパッパッとクリックをしてみたのがトシさんとナナミさんの、今週の火曜日やってた、火曜日の朝にやってはった回なんですよね。それがね、久々に笑いましたですね。面白かったですね。内容がいいとか、すごいとか、パワーがどうのとか、そういうことじゃなくてね、しょっぱなね、テディさんが突然録画ボタンを押したのかな？なんかね、ななみさんがね、車の追突にあったっていう話をね、これされてるわけですよ。で、この間、ね、首をこうなんかつけてて、昨日までつけててみたいな話をね、しはるんですよ。へえーと思って。で、5年前も追突にあった言うてね。で、追突の話を延々しはるんですよね。どんな感じで、当たったかとか。で、テディさんがですね、テディさんが音声だけでね、出てらっしゃる、スカイプで繋がってると思うんですけどもね。これスピリチュアルテレビなんで、どう言いたかったかな。あんまりね、個人個人のその、話が多いんですよね、とか、こう、注意をしてはるんですよね。で、こういうスピリチュアルな話とか、こう聞いてありがたくなるような話をこうしていただけると、ありがたいですね、みたいなこと言うてはる。これね、なかなかね、録画に残ってて、録画中に、その、テディさんからの注意が、その録画で残ってるっていうのはね、非常に貴重な回でね、ああ、これ面白いな、と。僕もいろいろ注意を受けたことがあるのかな？もう覚えてないですけどもね。もう、僕は好き勝手させてもらってますけれども。で、その後、話切り替えましょう、みたいなことになって、テディさんが、音声だけ出ててね、テディさんがインタビューするみたいな形をとってはったのかな。で、スピリチュアルとかスピリチュアリティって何だろうっていう話になった。タイトルにもあると思うんです、アーカイブの。そのスピリチュアルテレビの火曜日の、スピリチュアルって何っていうね、テーマやったんですよね。で、スピリチュアルって何だろうっていう。で、ナナミさんがね、こう、いろいろとこう、話されて、スピリチュアルっていうのはこうでこうでこうで、結局、何やったら、選択することみたいなね。で、トシさんとテディさんにハテナマークが出たわけですよね。で、そうじゃなくって、トシさんがね、解説されるんですよ。ななみさんに。今、質問テディさんからされたのは、ナナミさんにとってスピリチュアルっていうのは何かっていうね。もう一回ナナミさんがお答えされて。で、まだね、それぞれのスピリチュアルっていうのは、その、人によって考え方、捉え方が違うからっていうこと、その選択肢みたいなことをね、ずっと言わはって、明確な答えがないですよね。で、それはさておきみたいなテディさんも言わはってですね、ああ、これなんかこう、面白いなと。全然その、金曜日の夜に持ってきて、お二人でされてもいいんじゃないかと、僕はもう、引退してですね、金曜日の夜、こう担当してもらったら面白いんじゃないかな、なんてね、思ったりもしましたですね。面白かったですね。まだ前半30分分ぐらいしか見てないんですけれどもね、スピリチュアルっていうのは、僕もね、スピリチュアルっていう言葉を聞いたのはね、最近ですよ、10年とか、そんぐらい前じゃないですかね。井原博之さんとか出だしてからですよ、テレビに。で、それまではね、スピリチュアルっていう言葉をね、聞いたことはなかったです。スピリットっていう言葉は知ってましたけどね、コントラスピリットっていうね、スーパーファミコンのゲームがあるんですよ。で、それは、小学校の頃からの友人で、大学の頃に、マルチ商法に関わりあって、で、僕が勧誘されて、そっからもう僕が遠のいたんですけどもね。で、
その友人やったんですけども、僕が遠のいてそこから連絡を取っていないというね、悲しい人間関係があるんですけども、その子がね、中学の時ぐらいかな、スーパーファミコンを買いやってね、で、お家遊びに行って、コントラスピリットっていうね、ワンプレイヤー、ツープレイヤーがなんかこう戦うんですよね。マシンガンを持ってダダダダダダダって敵をこうやっつけて進んでいくっていうゲームなんですけどもね、そのスピリットっていう言葉は魂っていうんですかね、存じておりますけども、スピリットをこうチュアリティっていうのね、スピリチュアリティとかスピリチュアルとかっていう言葉は、本当に最近まで知りませんでしたけどもね、僕にとってですね、スピリチュアルっていうのは何かっていうのは、精神的なもの全般をスピリチュアルというふうに自分の中で勝手にくくっておりますね。精神的なものですから、精神と名のつくもの、精神病、精神薬、何でしょうね、精神に関係するもの、宗教、精神、つまり心ですね、心に、関係する心ですからね、心霊写真もそうですよね、心の霊、あの世もそうですよ、丹波哲郎もそうですよ、僕の中でですよ、勝手な概念としてね。で、霊的世界からもう超能力もそうですよ、精神を統一せんとすぐ曲がらないでしょ。そうかと思えば健康な食事っていうのもそうですよね。だからとにかくお腹いっぱい食べれりゃいいっていうことじゃないわけですよ。でこの飽食の時代にいいものを食べましょうと、で心身ともにっていうことですからね、健やかにっていうことですから、あと気分がいいとか気持ちの問題ですね、心ですから。で、気分が良い悪い、というのも含めてですね。で人っていうこの世の中っていうのはピラミッドで弱肉強食だとすると、今のところ人が頂点となってるでしょ。で弱いのにね、暑かったらなんや熱射病で死ぬし、寒かったら凍えて死ぬし、すぐ病気になるし、他の動物と戦って、勝てるもんじゃないし、で食べ物は加工せんと生で肉とか食べたらお腹壊すし、ようこんなひ弱なもんがですねピラミッド頂点に立ったなと。これ知恵ですよね、火つこたりとか道具つこたりとかうまいことやって、頭脳でねなんとかやりくりしてきて、こういうこの猿の進化系なんですか、スピリチュアルで言うと猿じゃないと、人間は人間から生まれたんやみたいなね考え方もあります。僕はどうだか知りませんけれども、まあそれが我々がだから人間に生まれてよかったよね、人間が頂点の時に人間に生まれてよかったよね、人間が頂点じゃない頃っていうのもきっとあったはずだと思うんですよ。突然人類がわーっと地球中に発生するっていうことじゃないと思うんでね、まあ、どうか分からない、 UFO が来てうわーっと大量の地球人が送り込まれてみたいなことかもしれないけれどもね、人間が送り込まれてみたいなことかもしれないけども、で頂点、何が頂点にしても頂点の生物に生まれるっていうのがかなり儲けもんですよね。もう下の方に生まれたらもう踏み潰されたりスプレーかけられたり新聞紙でくるめてパーンやられたりですね、もうたまったもんじゃないですよ。で餌見つけて表食べたら床ひっついて離れへんみたいなね、あるいはもう団子食べたらですね巣に持ち帰っておかしくなってなくなってしまうとかですね、放散団子とかいろいろあるわけですよ。そんな中でですね、人間に生まれるっていうそれだけでもですね、かなりの宝くじ前後賞がね毎回毎回当たるぐらいのですね、確率じゃないかななんて思ったりもするんですけどもね。今これ何の人類についての、いやスピリットって何やっていう、あそうそう、カレー食べてたっていう話ですよね。カレー食べてたんですよ。たまたまスピリチュアルテレビを見て、ななみさんのやり取りが非常に面白かったと、腹抱えて笑ったという話ですよね。そうで、まあ
心霊写真もね、僕ちっちゃい頃好きでね、で超能力とかも大好きで、今はもうどうでもいいっていう感じになってきたんですけどもね。そう、心霊写真といえばね、心霊の本をね、この間久しぶりに本屋で見ましてですね、鶏文社から出てる分厚いちっちゃいやつというのも、今そんな発売されておりませんよね。この間ね、神保町行ったんですよ。神保町行く前にですね、これも4日ぐらい前ですかね、あるビルにね、僕半年間ぐらい通ってた時期があるんですよ、去年。で、そこに同じく5年間ぐらい通ってはった女性がいらして、で、この度通うのやめはったんですけどもね、で、久しぶりにこう、会って食事でもしましょうっていうことになってですね、で、僕がそのビルに関わるより前にずっと通ってはった方がもう一人女性でいらっしゃる。その方はね、女優さんなんですよ。テレビドラマにもちょくちょく出られてる。舞台はされていなかったのかな。で、その方も交えて食事しようということになったんですよ。で、どこで食べたの？銀座のね、なんか高級な、僕は甘いの好きやっていうふうにお伝えをしてたんでね。通われてた、女優さんじゃない方ね。女性の方が、ホットケーキ、今パンケーキって言うんですかね。名前違うだけでしょ、あれ。で、すごいね、いい、700なんぼのね、ホットケーキ、パンケーキや、パンケーキ3つと、で、上にね、黒いあんこが乗ってるんですよ、ポーンと。ポテトサラダポーンと丸いの乗ってるみたいな感じで乗ってるんですよね。で、抹茶のアイスクリームはついてて、横には生クリームがわーっとついてて、いちごのキッタンがついてて、ブルーベリーが3粒ついててっていうね。それと僕、こう、なんとかいう、洒落た紅茶をチョイスしてですね、こうやってね、食べましたよ。左にフォークを持ってみましたよ。で、右利きですよ。で、右で、こう、切ってね、こうね、食べてみました。パンケーキごときをね、こんなもん、手でこうやってつまんで食べりゃいいんやけれども。ね、主催の女性と女優さんとおるからね。で、3人でこう、食事をしながらですね、僕は、抹茶の、アイスクリームを、いつの間にか、真っ白のズボン履いて行ったんですけどもね、銀座やから言うて張り込んで。で、それが、もう、股のところがですね、緑色に変色しておりましてね、おしぼりで何度拭いても、こう、もう、どん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 緑が増えていくみたいな感じでね、こう、ファッショナブルな色になってきましたけれどもね、いまだにね、洗濯しましたけども、取れませんけどもね、こう、歯ブラシでキュ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 やったりとか、なんかしたら取れるらしいんですけども、まあ、そこまでするほどのね、で、これからどんどんその白い、ズボンにですね、どっか食事行くたびにそのズボンを履いてですね、ソースこぼしたりやとか、ね、お醤油こぼしたりやとか、あと、チョコレートパフェとか、クリームソーダこぼしたりとか、いろんな色をね、カラフルにこう、つけていったら、非常にファンキーなね、ズボンになるんじゃないかと思ってね。だからね、歯ブラシでキュ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 やる必要はないなと思って、そのままに僕してるんですけれどもね。食事するときはそのズボンを使おうか、今後は使おうかというふうに思ってるんですけども。一緒に食べた女優さんがですね、その時初めてお会いした方なんですけどもね。まあ、これが共通点がございまして、何年か前に、また別のビルに僕通ってたことがあるんですけど、そこのビルではないんですけども、関連する別のところに、通ってはったりなんかして、それが震災に関わるお互い、なんかビルやったりしてね、詳しいことはね、言えないです。震災があったでしょ、仙台とか福島のね、東北の震災ですよ。それに、伴って必要となった、東京都内のビルにそれぞれ、通ってたりして。そうかと思ったらね、また神戸の震災があったでしょ。その何年も何年も、もう十何年前ですわ。阪神・淡路大震災が。で、あれの内情をドラマにした「オレンジ」っていう、その2時間スペシャルドラマが、
どこの局やったら TBS かテレビ朝日やったかな、昨年ね、放送されたんですよ。で、あの人、キャラメルボックスの上川隆也さんか、あの人が主役でね、救援隊の格好して、大丈夫か言うて、行く役で。で、それ撮ったん、そのドラマ作ってたも昨年なんですけどもね、その女優さんが、被災者で、上川さんにおんぶされて、助けてもらう役で出てはったんですね。で、僕もね、出演ではないんですけど、1日2日かな、関西弁指導でね、撮影行ってたんですよ。で、上川さんやとか他の出演者の方が喋るのの、あれ関西の話なんでね、みんな関西弁なんですよ。で、喋る必要があるんで、うまいこと、なまって標準語になってないかとか、そういうのチェックする、方言指導ですね。それで僕行ってた。で、直接その女優さんと現場でお会いすることはなかったんですけどね、撮影場所がそれぞれ違ってたんで、ああ、こういうところで共通して、なんかこう、面白いなぁなんて思ったりしてね。関西弁指導とか方言指導っていうのはね、非常に気使うし難しいんですよ。というのもですね、はっきり言うてね、役者さんはね、標準語は喋れても、地方の言葉なんていうのは分からない、喋れないんですよね。で、僕なんかは関西の人間ですから、関西弁でずっと育ててきました。で、標準語も喋れるわけですよ。なぜ言うたら、テレビとか見てると、何見ても標準語喋ってるでしょ？で、それちっちゃい頃から見てるわけですから、標準語は普通に喋れるわけです。で、例えばビル通ったりとか、どっか行って、なんか社会的な時には必要あらば、標準語で喋ったりする。下手したらね、関西弁喋ってるのはスピリチュアルテレビだけで、これやってない時、標準語ばっかり喋ってたりすることも、そういう時期もあったりするんですけれどもね。で、役者さんがドラマやってて、で、練習と本番ってあるわけです。練習2、3回やって、はい、本番言うて、よーいや、言うて。で、本番待って、チェックします言うて、チェック OK。チェック OK じゃなかったらもう一回本番します言うて、やるんですけどもね。で、まあ、関西弁なんて知らなかったら、喋れないですよ。で、生っておかしな感じになるんで、あまりね、見ぬふりを僕もするんですね。そうしないと、撮影がどんどん進んでいかないからね、追いついていかないから、そこのニュアンス、ちょっと違うねんと。こういうふうに上げて、最後語尾下げんねんと。そういうのをね、言うていくと、キリがないんでね。で、役者さんもね、あまりにも、これはちょっと、なまりがひどいなと。よくあるでしょ、V シネマとか見てたらさ、竹内力の南の帝王なんかは、もう、なまった関西弁が竹内力やっていう印象があるんで、あれはあれで OK やと思うんですけどもね。他のなんか、ヤクザの V シネマとか、極道の女たちでもそうですよ、岩下志麻の。関西弁じゃないんですよ、あれね。なんかおかしな感じなんですよ。で、せやから言うて、あまりにもちょっと目に余るなと。いうとこは、ちょっと止めて、すいませんと。この言い回しなんですけども、こういうふうに語尾上げて、こういうふうにトーンを落としてください。こういうふうに言ってくださいっていうふうに指導するんですけどもね。で、用意本番、はい、スタート言うたら、もう元に戻ってるんですよね。訛りの状態に。あれはね、だから、あんまり言うと止まっても、夜中まで撮影やってたりするしね、で、中断ばっかりするわけにもいかんし、せやけど目に余るようであれば、正していかなあかん。そのための関西弁指導やし、ということで、非常にね、神経も使うしね、どうしようか迷うしね、で、指導するにしても、かなり低姿勢で、いかんとあかんでしょ。だからね、もう、で、監督とか偉い人とかも、関西弁わからないから、特に誰も指摘しないんですよ。おかしくってもね。指摘する人、指導者だけやったりするんでね。ただね、えらいもんでね、キャラメルボックスいう劇団があって、上川さんも対談されてるんかな。もう、すごい、人気絶頂の、昔からのね、神戸とかでね、神戸オリエンタル劇場とかで多分、公演されてたりとかするからかもしれないんですけども、あの方はね、関西弁達者でしたね。確か関西の方じゃないんですけどもね。
で、テレビで見るよりちょっと小柄な方でね、陽気な方で、すごい生真面目な方かなと思ったらそうじゃなかったりしてね。で、テレビ出てらっしゃる方っていうのは大概なんか、実際見てみると、あれってイメージがね、違ったりして面白いですよね。で、そんな感じでパンケーキ食べてて、そう、女優さんとお話がこう、いろいろ追ってですね、あ、面白いなということやったんですけどもね。そうそう。で、その会食を銀座で昼間やって、で、夕方頃になって解散となったわけですよ。で、主催してくださった女性の方と、ちょっと途中まで、神保町まで一緒やったんですね。笹塚に帰って僕が来るんですけども、で、神保町のあたりで、乗り換えやいうことで、お別れしたんですけどね、また食事しましょうということで。で、神保町に来たんで、ちょっとブラッとしてみようかなと。で、あんまりね、来る機会っていうのはないんですけども、いっぺんその神保町の古本街をブラッとして、改めて見たいなと思ったんですよ。サボールっていうね、多分サラリーマンとかがサボるからやと思うんですけど、喫茶店があるんです。サボールとサボール2と隣だってあるんですよね。なんかこう、外見がね、ジブリみたいなね、なんか森みたいな感じになってるの。ひらがなでサボールで検索したら出てきます。それ有名な老舗の喫茶店らしいんですけどもね。そこのナポリタンがすごく美味しくって、ものすごい量があると。なんか量がある、こういうことにね、こう反応してしまうんですよね。で、食べ物に関しては卑しいわけですよ。せやから言うて、何食もガバガバ食べたりするわけじゃないんですよ。食べないっていう選択もできるんです。まあ、カレーに関してはなかなかできないんですけどもね。ただもう今日は食べないぞっていうふうに決めてます。ヨーグルト食べようというふうに決めてますよ、今ね。来週結果聞いてください。もうカレー食べました。もうごめんなさいって言うてるかもしれないですけどもね。まあ、何でもいいんですけれども、サボールでナポリタンを食べてみたいっていうのと、その前に古本街を巡ってみたい。なんかそういうおしゃれな感覚で神保町をと向き合ってみたいっていう思いが、去年、今年あたりからちょっとあってですね。ああ、せっかく来たんやから、もうそんな、なかなかそんなわざわざ来ることもないしと思ってね、降りたんですよ、神保町で。で、本をいろいろ巡ってて。あんまりね、そんな古本街や言うてもね、そんなに、広いわけじゃないんですよ。で、どこでもそうですよね。有名なとこって、新宿の歌舞伎町とか、北海道から沖縄まで、もうちち各東京都じゃない地方に住んでる方でも歌舞伎町は聞いたことあるでしょ。そんなに広いわけじゃない。向こうから向こうまでが風俗街、ね、ぼったくり街、そのぐらいですよ。で、男色の方がたくさんおられる新宿2丁目ですか。それも2丁目の間だけですからね。そっからそこまでが2丁目。こんだけの距離やったりするわけですよ。上野のアメ横とかでも、アメ屋横丁。で、そこの高架下からそこの高架下までがアメ屋横丁。ね。本当に歩くと数分ですよ。そこの辺りを正月になるとわざわざ移してですね、安いカニとか、いらっしゃいいらっしゃいとか、ウニとか、エビとか言って、いくらこんなんあるよとか言うて、あれ結構安もんなんですよね。で、質もそんなにどうかと、年がら年中安いもんですからね、正月に限ってことではないわけですよ。で、それ全国に移すもんやから、わあ、上野っていうのはこういうとこや、ね、東京っていうのはこういうとこやとか。ね、いろいろもう、日本全国テレビ見てらっしゃる方は、イメージっていうのがあると思うんですけども、東京で住んでみてくださいよ。イメージっていうのはガラガラと崩れてですね、ああ、大したことないなと、何事も大したことないっていうのがだんだん分かってきます。マスコミっていうのはね、そんなもんでね、定番っていうのがあるわけですよね。この時期にはこれを映すのが、無難でええやろっていうのがあって、だから素材ですよね。テレビで映っているものっていうのは、だからといって、真実と違う、マスコミ、テレビは見ないようにしようとか、そういうことじゃなくってね、真実とテレビはまだ異なりますよと、どっちが良い悪いじゃなくってね、っていうのがあります。まあ、いろいろそうやってね、今何の話をしてたのね、飴屋横丁が、上野にあって、上野にはプロの映画館があって、大蔵劇場っていうポルノ映画館が、
上映中、客は誰もいなくって、待合室に行くと、客が周りに、たくさん座ってて、男性の方ばかりで僕を、品定めしている。いや、そういう話じゃなかったですね。なんやったっけ？テレビとなんとか違う。そう、震災のドラマがあって、そう、震災といえばね、まだ話それるけども、今その熊本でね、いろいろあるじゃないですか。地震があって、まだ余震が続い、今日も大分で震度3ですか。もうだからね、いろいろと複雑な心境にはなるんですよ。で、この間嬉しいことがあって、熊本にお住まいの僕が最も危惧していた視聴者の方、年賀状のやり取りをして、いたりとか、うまかっちゃんというレトルトのね、ラーメンが何種類かあるんですけども、それをわざわざ送っていただきまして、食べたりとかしたんですけどもね、その送っていただいた方っていうのが、イラストをこう、はがきで書いていただいたりするんですけどもね、次イラスト書いていただいたら、ちょっと番組で、ね、紹介しようがね、はがきなんかもしね、僕のご住所、住所をね、ご存知の方から、なんかこう、絵なんか届いたら、ちょっと番組内で紹介してみようかななんて思ったりもしますけどもね。お電話がございまして、で、無事ですと。で、家も特に問題はありませんと。地震あったとこからちょっと離れていると。ただニュースとかで見るとね、中心部に見えるわけですよ。で、えらいの、余震本震のあった翌日も震度4とか書いてあって、4って書いてある、その四角で4って囲ってある、その地域の4の部分にその町があるみたいなね。それでも大丈夫やった言うてね。ああ、よかったと。ご家族みんな大丈夫やということでね。で、もう一方ね、これは、年賀状のやり取りをしてくださった、阿蘇の方にお住まいの方なんですけどもね、ちょっともう、もうそろそろ連絡してもいいかなと思って、メールアドレスしか存じていないんですよ、その方に関しては。電話番号わからないんで、大丈夫ですかっていうメールをね、大丈夫じゃないって帰ってきたらどうしようかな、何もできることなんないですからね。で、行って僕が何かしら持っていくとするじゃない。で、地震が起きて僕が被災者になって、持っていったものを自分で食べてっていう可能性もあるわけですからね。なんかこう、ヘリコプターでもあればね、高須クリニックの高須さんみたいにですね、バババババッと飛んでですね、なんかこう持っていくみたいなのね、でもそういうのはね、しんどいです。で、しません。そういうことじゃなくってですね、助けるとか助けへんとか、そういうことじゃないんですよ。視聴者の方が熊本でお住まいなんで、無事生きてるかどうかっていうね、安否が気になるわけですよ。だから、お一方ね、今どうしていらっしゃるかなっていうふうに思ってるんですよね。思ってるだけで、思ったからどうなるいうことはないんですけどもね、ちょっと気がかりやな、言うて思ったりね、します。だからこういう感じで、日本全国に、やり取りを実際にしてくださっている方がおられますからね、今後、国内のどこで災害があっても気がかりにならざるを得ないっていうね、こういうジレンマっていうんでしょうかね、ありますね。だから今後、北海道で何があろうが、青森で何があろうが、栃木で何があろうがね、で、石川県であろうが、宮城県であろうが、四国であろうが、沖縄であろうが、今言うたのも、もう全部視聴者の方とやり取りしてくださってる個人的にね、方が、いらっしゃるわけですから、だからもう、無事かなっていうことになってきますよね。で、日本列島の上に来て、上に、ガタガタっと揺れる東北が来て、で、九州でガタガタっと来たから、こんなもう真ん中しかないですよね。我々もね、もうリュックサックにね、僕、いろいろ詰めてですね、玄関とか置いてるんですよ。ただ、家におるときしかそのリュックサック持って出れないですからね。外おるときにわざわざそんな重たいリュックサックを持って、スーパーにカレー粉買いに行ったりするわけじゃないですから、お風呂行ったりするわけじゃないですからね。まあ、家にお、もし僕がおらんと、上にね、ルームシェアしてるんで、上に女の子おりますけども、その子にも言うてるんですよ。僕がいなくって、あなたがいて大地震が来たら、
防災グッズ持って逃げたらええからな言うてるんですけどもね、上の子は防災グッズを用意してない らしいんでね、なおさら。でこの間すごいいい傘をいただいたんでね、その傘も釣ってあるんですよ。傘と一緒にね持って、傘もなんか杖代わりになるし、雨降ったらね、それ傘代わりというか傘なんですけどもね、なるから、それいいかなと思ってね、非常用にこう置いてあるんですよ、立派な傘をね。で、立派すぎてですね、お風呂行った時とか、図書館行った時とか、傘のこんなんあるやんか、カチャンとはめて、で、札取って、傘が抜けへんようになる、傘立てですね。それにね、はまらないんですよ。あまりにも高級な傘すぎてね。だから、非常用に取ってあるんです。いざという時には、傘が、命を助けてくれるんじゃないかなと、信じていたりするんですけどもね。まあ、何事が起きても、まあね、覚悟を決めて、いればいいかなと思ったりもするんですけど、そうかと思ったら、俺、スピリチュアルの、関連する知り合いの方々、続々と Facebook でこう、つながっていただいているんでですね、やっぱりね、スピリチュアルっていうのはね、間口が広いなと。僕の中では精神に関わる、心に関わることがスピリチュアルとは思ってるんですけども、それ以上の、ただ政治、経済とか、もうありとあらゆる全般的にスピリチュアルという感じになってくるんかな。そういうスピリチュアルを信仰されている方なんかはですね、裏の社会とか、政治の描、マスコミでは描かれない部分とか、だから、マスコミで、テレビでやらない本当の部分を追求するっていうのを、こう、されているスピーチの方も、大勢いらっしゃいますよね。で、そんな中で、今回の震災とか、東北の震災とかが、自然に起きたものやら人口に起きたものやら何やらかんやらとかいろいろそんなんを見てたりですね、また実際にお会いして、いろいろと、この間もね、スピリチュアルテレビのオフ会がありまして、僕も参加させてもらったら楽しかったですね。東京駅と皇居の間の大きい公園、だだっ広い公園で、ゴザ広げてですね、その東京の駅の高島でこうやっていろんなおかずを並べてですね、大勢の方、あれね、やっぱりね、楽しいわ。やめられへんわ。これ、スピリチュアルテレビに関わらせてもらって幸せですけれども、そのうちの一つが、見ず知らず、一番最初はね、初めましてなんですけども、ただ僕得するのは、こうやって映ってるやんか。映ってるから、僕の顔は知ってるっておっしゃる方がいらっしゃるわけです。それやとお近づきになりやすいわけ。これがかなり得してますよね。で、いろいろとお話を聞いたりとか。で、僕そんなにね、実際は生身の僕はそんな喋る方じゃないんですよ。で、いろいろとね、話を、いろんな方のお話聞くのが楽しいですね。で、今回の地震に関しても政治が絡んでどうのこうのとか、歴史がどうのこうのとかっていうね、いろいろと、そのおっしゃっていただいた方はですね、前からの、知り合いの方だったりもするんですけどもね、新旧入り混じったこの視聴者の方々と、どん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 仲良くなって、やっぱりね、僕喋らんとじーっと座って、へーへーって言うてるだけなんですけども、生きてて普段の生活の中で最も感極まってるというか楽しい状態かもしれないですね。そのなんかいいんですよ。心地いい平和っていうのともまた違う、平和を超えた状態ですよね。なんかね、やっぱり人、いろんな人に会うっていうのがやめられへんなっていう部分ですよね。僕としては何をするより、一人でブツブツこうやって喋ってんのが、自問自答してんのが好きなんですけども、その次に人に、たくさんの人に会っていろいろと何の話でもいいんですよ。ワイドショー的な話でもいいし、何でもいいんですけども、聞いて、へえって、たくさんの方の中に混じってんのが好きですね。もともと大勢の中に混じって溶け込むっていうことが、いまだにですけれども、こうできないもんですから、特別席ですよね。スピリチュアルテレビの人の方々
の中に混じるっていうの、僕は出てるからみんな顔を知ってくださってますから、僕は皆さんの顔を知らないですけどもね、初めてお会いする方々は。せやけども、いられるっていう、溶け込ませていただいているっていう、こういう、だから人生っていうのは分からないなと。なんとか生涯、なんとか生涯、頭の精神のいろいろ言われるやんか。で、どん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 病名がついて、これ生きづらいのはこういう、なんとか生涯だからですよ、こう薬飲んで、こうなんとか治療してとかいろいろ言うけれども、そんなことせんでもですね、僕はそういうとこ行ったことないから、診断を受けたことないけども、おそらくね、ちょっと考え方もね、生き方も、人との接し方も、溶け込める、溶け込めないっていうのも、ちょっと、常識の社会的、その他大勢の範囲からかなり飛び抜けて、とっぴな感じなんで、どっか公共の、診療機関的なとこ行ったら、なんとか障害、なんとか病気、なんとか病とかいろいろつけられると思うんですよ。ね。で、ただそれは後付けですよね、そんなもんは。で、うまいこと、どうやったらうまいこと生きれんのか知らんけれども、道は何とでもあると。で、自分、どんな人間でもかどうかわからん、僕は僕しか知らないからね。僕としては、かなりおかしな感じの人間ですけれども、一般的じゃない、外れてますけれども、それはそれで、かなり、生きやすい道っていうのが用意されているというか、自分で別に計算して切り開いたわけでも何でもないんですけどもね。なんか知らん、普段、来る日も来る日も過ごしていたら、どん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 住みよい、感じの環境が整っていくと。これスピーチャーテレビのおかげっていうのも、視聴者の方やら、お会いしてくださる方やら、仲良くしてくださる方のおかげっていうのもあるんですけども、生きてて分からんもんやなと。学生の時とかさ、大阪におる時とかさ、なんてこう人生がつらい、これはもう修行でもなんというよりも罰ゲームみたいなもんじゃないかと、これから茨の道みたいな人生が続くんじゃないかなんて思っておりましたけどもね、何のことはない。幼い頃から今まで生きてきて、東京におる今の状態が一番心地いいという。で、別に何の努力も嫌なこともしているわけでも、いやいや来てるわけでもなく、毎日悠々とこう楽しくね、してて、何をするわけでもなく皆さん仲良くしてくださる。まあまあ、時々いろいろと怒ることはありますよ。怒るってのは、ムカッと怒るっていうんじゃなくて、いろんなことが起こりますよ。今日だってさ、カレー食べた後、そうや、カレー食べる前にカレーの具材を買いに行ったんですよ。商店街に、もうね、商店街がね、平和なんですよ。もうすぐ、子供の日でしょ？鯉のぼりやったかな？鯉のぼりのね、歌が流れてるんです。音楽がね。それも、昭和の初期の頃の、タンタタンタタン、タタンタタンタタン、いうやつ。タンタタンタタン、タンタン、いうのが、平和な感じで流れてるんですよ。で、今日金曜日、週末やからかな、平日なんですけどもね、昼間なんですけども、人通りが結構あるんですよね。で、屋根のない商店街なんですけども、晴れてて、すごくいい感じで、で、老若男女、いろんな人が歩いてるんですよね。僕ね、人のそういう歩いてる姿を見ると笑ってしまうんですよ。で、例えば、スーツ着てる人とかが、電車急いでたり、こう、林で歩いてたり、なんか、公モードで歩いてる状態やと、絵になるでしょ？様になるでしょ？で、こう、そうじゃない、私的な感じで、歩いてらっしゃる私服でね、歩いてらっしゃる老若男女っていうのは、あれなんで歩いてる姿ってあんななんで無防備なのかね。無防備すぎて、もうね、平和すぎてね、おかしくなってくるんですよね。で、なんかね、コインランドリーでぐるぐる回して、椅子座ってる時とかでも、外ふっと見て、こう歩いてる、私服で歩いてるおっちゃんとか見るとですね、もう吹き出してしまいそうになるんですよ。非常にね、人の私服で歩いてる人はね、ちょっと観察してみてください。ものすごい無防備で面白いから。
まあそういう面白いまで感覚で行く人が皆さんがこうそこまで面白がれるかっていうのは分かんないですけども、僕はそう人を歩いてる人見てるだけで楽しめるっていうね、なんかこう何でも楽しい方にこう置き換えることができるっていう、そういう特技なのかな、自分の中だけの、だから勝手に幸せを思ってるだけで、結構普通なのかもしれないですけどもね、生活的には。何ら変わらないけれども、幸せの数を見つけるのが多いのか何なのか分かんないけど、不幸せの数を見つけるのもね、一個だけありましたね、今日は。だから、商店街から帰ってきて、カレーを食べた後、お腹いっぱいの状態やったんですけども、健康のために思って、ヨーグルト二口三口食べよう思ってね、いちごを潰して、ちょっと食べたんですよ。で、その時にですね、ガリッと、この唇のね、裏のあたりをこう噛む、だからね、平和の状態っていうのはいつまでも続くわけじゃないなっていうのがね、痛感しましたですね。で、誰が悪いとかっていうわけでもなく、突然大変なことは起こってくると。ただ幸いね、ヨーグルトでしょ？で、いちごも潰してるでしょ？だから、そんなにガツガツ噛んでないんですよ。緩やかな噛み心地で噛んでたんで、唇の裏のあたり、ガリッと行きましたけど、血が出るまでは行きませんでした。血の味はしませんでした。ちょっと腫れただけで、で、今はもう元に戻っております。だから、ちょっと噛んだ跡が、残ってるだけでですね、ああ、なんとか、事なきを得たなと、不幸中の幸いやなというところなんですけどもね。まあ、不幸を言うてもそのぐらいの程度やから、幸せですよね。でね、そうそう、神保町にこの間行ってきて、まず、サボールでスパゲティ食べる前に、いろんな古本屋をこういろいろ見たんですよね。古本屋のさ、僕のすごいちっちゃい頃からの疑問やねんけど、大概さ、おっちゃんとか、もう年配の方が、店主やったりお客さんやったりして、こんな分厚いさ、縦にこう並べてさ、で、何冊かで9000円とか1万2000円とか、ああいう本って何が書いてんの？あれ。もう、そういうのだらけやんか。もう、ふーって吹いたら埃舞いそうな。で、もう、でっかい本がラップに包んで何冊も。あれは、高いもんやったら3万円とかさ、何が書いてあんの？どんな、ことありがたい、何、なんか天竺に行かんと、読まれへんお経みたいな、そんなありがたいものが書いてあるのかね。まあ字ばっかりやろうなっていうのは大体想像つくんですけどもね、世界七不思議の一つにエントリーしてもいいんじゃないかなとなんか思ったりもしますね。おそらくそんなんこうて、せたろうって持って帰ってきて見たところで、字も古すぎて、読み方も分からへんと思うんですけどもね。で、結局ね、だから僕がいろんな古書の店を見て、ふっと目に映るのは大概エロ本なんですよね。エロ本専門の店とかあるわけですよ。で、エロ本もね、古いエロ本ばっかり置いてあるわけですよね。エロ本の、そこの店には。ふっと見ると、文通の分厚い、文通専用のエロ本ですわ。だから、文通しましょうっていうのがいっぱい載ってるわけですよね。おそらく平成の本ですよ。そんな昔の本じゃないです。定価3000円って書いてあるんですけど、裏見たら、そこで売ってるのは1000円なんですけどね。それでも高いなと。だいぶ何年も前の本やんね。で、アイドルの写真集。あと、ビデオね。アイドルのプロモーションビデオかな。エロビデオかなんかわからへんけども。そう、アイドルの名前が書いてあるんですけどもね。見たことも聞いたこともないようなアイドルばっかりやったりするんですよね。今、この人らどうしてんねやろうなと思ったりね。そうかと思えば、フランス出版の黒いラベルのちっちゃい何、エロ小説がダーッと並んでたりですね。あと、なんや、投稿写真系ですね。目をぐちゃぐちゃっとしてですね。裸の姿をのせたあるのとかを囲まれて見るわけですよ。一旦ね。そういうところばっかり目行きますからね。で、囲まれてみて思ったんですけどもね、囲まれたから言うてわざわざ
その絵本もね、あのぎっしり積んであるからなかなか取れない、もうええわとなるわけですよ。取ってまでパラパラして見るほどのもんではないと、囲まれるだけで十分なんですよね。あ、こういうもんかと。だからこれ何かなと思った時に、例えばスーパーとか行って、スーパーマーケット行ってビックリマンチョコとか、いまだにね大人向けの1個100円ぐらいのね、ヘッドばっかり乗ってるホログラムばっかりのやつとか、ふっと見た時に、あ、ビックリマンやっていう一瞬目が行く、神経が行くわけですよ。あ、ビックリマンやってなるんですよね。ただ今はビックリマン以上に楽しいこととか面白いこととかが世の中である、人に会っておしゃべりしたりとか、あの聞いたりとか、スピリチュアルテレビ映って、あの好き勝手なこと言うてるのが楽しかったりするわけですよ、ビックリマン以上にね。でビックリマン 100円とかかかるやんか、わざわざその、あのお菓子もそんなに、まあ懐かしいけど、あ、美味しいけども100円するほどのもんでもないし、これシール、あー懐かしいなと一瞬は思うけど、さてこれどうしようかって、捨てんのも忍びないし、春にしてもそんな気もうなんかそんな品のないシール反応もないやし、でだからね、やっぱりねノスタルジーですよね。で癖ですよ。で、未だにそのあっていうドキッてする、当時ビックリマンシールっていうのは非常に高価、いや30円ですから高価じゃないですよ、あの付加価値として高価なもんなんですよ。1人2個までしか買われへんとかね、デイリーストアで月水金に並んでですね、夕方5時からこう行列を作って1人ずつ入っていって2個買って、まだ1人入って2個買ってね、で、それみんなで開けて、ああお前悪魔や天使や、うわお前ヘッドや、変えて変えて、そのシール買い子としてやとか、そういうね、バカバカしい、今ではバカバカしいけども、当時のビックリマンシールとしては皆さん方の、例えば株券とかですね、何でしょうね、1万円札とか、そういうのに匹敵する、子供には子供の世界があるわけですよね。今の子供は例えば任天堂 3DS 持ってないと、公園とか行ってもこうみんなやってるでしょ、ブランコにも揺れることもなく、でそ持ってないと入れないわけですよね。一緒にこうネットでつながってゲームに入れないですから、うまいこと任天堂っていうのは考え通るなと思いますけれどもね。で、何を今言おうとしてたのかまた忘れてしまいましたね。まあ何にしてもですね、びっくりま、いやびっくりましたよ、じゃあエロ本の、そう、神保町の話、神保町の。で、だからね、エロ本も、あ、エロ本やという、その、懐かしさと当時のドキドキ感ですよね。ただ、性的にはそんなもん見て、もう興奮するような、自分の中の時代じゃないわけですよ。大人になっとるわけですよ、これまた。だから、でも、その残りがを感じたい、そのドキドキしたいっていうのがあるわけです。何も、エロ本のコーナー行って、あれやこれやこうてですね、家帰ってきてそれを広げて、それ見ながら G 行為するっていうことはないわけですよ。もはや G 行為ももう何もしないですからね、そんなものは。だからね、今想像するのは懐かしいこととして、その中学の時に夜中に、夜中やないと、その昼間はね、絵本、このちっちゃいこの絵本、カラカラカラっと絵本がね、いろいろ本屋であるわけですよ。それどれ選ぶかこう回転している、それが本屋閉店したらそれなくなって、自動販売機がこうあるわけですよ。普段は昼間隠しとるわけですね、絵本で。それ夜になったら銀色の、看板が夜になると中から光って、絵本がこういろいろあるわけですよ。でチョイスしてこう選んでピピピピピって、これも何回もスペシャルデビュー言うてるけど、街中にね響くんですよ。買うとガタンピピピピピガタンってね。でそれ何冊かこうって、ね、草むらに持って行ってですね、見るわけですよね。で捨ててある絵本とか、雨に濡れたパッチャパチャの
エロ本とかカッピカピなエロ本とかもあるんですけどもね、そう持って帰ったりして、それ見て、見たり G 行為したりして、G 行為が終わると、なんかこう罪悪感に駆られたりして、もう一生 G 行為せえへんとか言うてたりね。で、その翌日また G 行為したり、もう G のことばっかりですよね。G というのは、性器を維持ってですね、自分で慰めるということですよ。性を、性欲を、でもね、今考えたらね、性欲というより、ね、精神欲じゃないかというふうに思ったりするんですよね。肉体的性欲よりも、ドロドロっとした、精神的な性欲っていうのが旺盛でしょ。で、それっていうのは実際どうしようもなかったりするんですよね。実際に相手がいないと。で、相手おったらおったで大人になってから分かりましたけども。だからといってどうこうなるもんではなく。で、それはそれで非常にそれだけでは済まない、契約社会やったりね、大人やと。いろいろとめんどくさいことがあったりもする。それはね、大人になってから分かる。子供の時は分からんわけです。だからドロドロっと。だから精神のドロドロを、が、だから、いくら G を、行為をしても、それ解決するもんでも何でもないっていう、そういう仕組みがわからんやんか、子供っていうのはバカだから。とにかく、チンチン滑るんちゃうか、もう、取れるんちゃうか思うぐらい、もう、いじりまくるわけです、毎日。本当にね、これはもう、不毛ですけれども。で、だからといって、何が、気持ちが収まるもんでもない。余計イライラしたりなんかしたりしてね。で、実際に女の子に声かけられへんとかいろいろ、もうそうなってくるわけですよ。で、これはもう一生セックスできへんちゃうかとかいろいろ考えるわけですよね。そんな中でのいろんなドキドキやら、夜中、こそこそっと一人で草むらやらっていう、その、いろんな、授業中もいやらしいこと考えたりしてたよね。隣の、席の女の子の裸を考えてたりいろいろしてたと思いますよ。で、実際はその少年の中のドロドロっていうのは、なんでしょうね。やっぱり社会出ていろいろと経験していくことによって、そんなにドロドロする必要もないし、ドロドロして不愉快な思いになることもないし、もっと他に健全で楽しいこといっぱいあるしっていうのが分かってきて、収まってくる。うん。決して消えることはないと思うんですよ。で、未だにね、その時の贅沢な遊びですよ。ちっちゃい時の辛いことを思い出して、その辛いことを妄想して楽しむみたいなね。だからその、悶々としてる様を楽しむとかね、想像してね。実際に何をする、自由行為をするわけでも、エロ本買いに行くわけでも何でもないですよ。そんなもの、もう興味も何でもないですからね。で、そのエロ本の、その、置いてある神保町の本屋の中に入って、その、ちっちゃかった頃の、大変やった、辛かった、一人で悶々としてた、自問自答して苦しかった、その残りがを、ね、だ三丁目の夕日っていう映画とかアニメとかを見て懐かしいなというようなもんですわ。実際戻ったらもうろくでもないんですよ、昭和の時代なんて。僕の頃なんてその、東大阪工場地帯ですから、もうおかしな科学的ななんか煙もく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 なんですよ。で、なんかおかしな薬品の匂いばっかりするわけですよ。ほんでもう道は砂利道やら、何、野良犬はおるわ、噛んでくるわ、もう衛生的にめちゃくちゃですよ。常に僕も咳してましたし、風邪ひいてましたし。でも健康とか不健康っていう、健康という概念がないから不健康という概念もないんですよ。バカだから。だから、もう体調崩してしんどい状態なのに、しんどいって分かってないから外に平気で遊んだりですね、いろいろしたりしてたんですよね。うん。まあ、その状態と今の状態といろいろ分かったその常識、踏まえた状態とどっちが自分やったらどっちも自分なんですけど、真実っていうのは案外こっちじゃなくってあの頃やったりするのかななんて思ったりもね、したりしますけども、後付けでさっきのね精神病のなんとか病なんとか病ってつけて、名前つけたからその、発生してるんちゃうかっていうようなね、世の中にはね、病気だけじゃなく何でもかんでもいろいろありますよ。だから、名前、なんてもともと、僕、藤木五郎ですけども、藤木五郎っていうのは後付けの、
人様用の看板やと思ってるんで、僕ももはや富士グルメって思ってないんですよ。単なる生命体やと思ってるんですけどもね。でもそれでは、人とコミュニケーション取るのに不自由ですから、富士五郎です言うておりますけども、嘘つけって自分で思ってますけどもね、実際嘘ですからね、富士五郎でも何でもないですから、だからといって人間とか人っていうのも後付けの言葉ですからね、人が人っていう言葉を名付けたわけですから、生命体、いや、日本語自体が後からつけたもんなんで、としか言いようがないですよね。としか言いようがない。それやと、何も伝わらないし、番組として成立しないし、もう今週で終えてくださいと。来週からね、他の人に、変わってしまわれるんでですね、言葉を駆使して、喋ってる風にやっておりますけどもね、これで、せやけどね、一人で喋るのんて、久々なんですよ、今日。先週、人と、姿形は出演されませんでした、声だけでね。で、先々週もそうでしょ、で、その前もそうでしょ、で、その前4月1日は透明に僕なっちゃったんですよ。だから姿が現せなかったんですよね、声だけで。で、透明になったらどうやった、こうやったいう話しかしてない。で、その前もラニさんですとかみゆみゆさんとか出ていただきましたから、1ヶ月以上ぶりなんですね、一人でこうやって喋らせていただくのは。だからね、今日はね、これできんのかなっていうね、思いがありましたですね。何にも出てけ、ああ、うー、うん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 、まあ、その、とか、田中角栄とか大平さんとかになってしまうんじゃないかなっていうふうに危惧しておりました。やっぱりね、もう1時間、15分ぐらい経ちますですかね。もうこの1時間15分ご覧いただいた方はお分かりの通り、僕やっぱり無口ですよね。やっぱりね、1ヶ月以上ブランクが、一人で喋るっていうのにブランクがありますとですね、思いつかへん。喋ること思いつかへんし、やっぱりもう黙りこくってしまって言葉が出てきませんわ。困ったもんやなと思いますね。まあ、とにかくですね、神保町でそうやって、あとエロ本以外にね、ピピンときた、芸能人の書いた本とかもそんな興味なかったな。何がピンときた？いろんな本があって、やっぱエロ本以外に立ち止まったコーナーってなかったかな。やっぱりね、でもね、平凡パンチとか、懐かしい本とかね、いやらしくなくっても、そういうのに目が移るんですよね。でもその頃僕生きてたわけじゃないですけどもね。で、昭和とか大正のもんは置いてないでしょうけど、のもんって、そう、本だけでなく、看板にしても何にしてもデザインにしても古臭い感じじゃないですか。で、当時はそれが最先端のデザインやったんですよね。で、今となってはそれが古臭いって自分の中でインプットされているんで、そういうのに目がいって、わーっていうね、ノスタルジーっていう楽しみがありますよね。だから、本屋行ってもそのぐらいの楽しみしかないし、読みたい本っていうのが、ね、もう本なんかもう、東京来てから読んでないですからね。大阪おるときはね、いろんなね、有名な小説、文学小説をね、いくつもね、読み漁ったりしてみたんですけどもね。こっち来たらもう現実世界が楽しいって、本読んでる暇がなかったり、しますよね。まあ、そんな感じで、いろいろとブラッと回って、で、パンケーキ3つ食べて、その前に銀座でね、お腹いっぱいなってたんですけども、えらいもんで、1時間2時間ブラッとしてるとお腹もちょっと空いてまいりまして、で、サボールで食べてきましたけどもね、ナポリタンをね、キッチン南海というのがあるんですよ、神保町に有名なレストランがね。で、そこでね、揚げ物がいろいろ美味しいんですけどもね、それも行きたいなとは思うんですけど、いちいちその神保町とか行くたびにキッチン南海行きたいとこばっかり行ってると、あそこどうなんやろっていうのに行けないじゃない。だからね、そこなんですよね。やりたいこととか行きたいこととかっていう、そのまだやってないこととかっていうのもあるわけですよ。せやけども、新しくやったところで、どうなるもんでもない、知れてるっていう、その過去の蓄積のデータがあるわけですよ。実際どうなるかわからんよ、新しいことやった時に。
だけども、まあどうってことはないだろうと。それやったら今行きたい常連のところ、やりたい、いつも習慣となっていることをやりたいと。で、やってしまうと。だから新しいことしないっていうのがありますよね。なんかこう、ビックリマンに目が行ったりとか、エロ本に目が行ったり、ヘボンパンチ目が行ったりするのもそういうところですよね。新しい本を開いてみたら新しい世界が広がってるんでしょうけどもと。ただ、今回はもうサボり行くぞと、よっぽど決めないとね、ヨーグルト食べるぞ、カレー食べないぞというふうに決めないとね、なかなか行動には起こさないんでね。サボるに行ってね、ナポリタン食べてきました。結果としてはね、まあどういうことはない、ナポリタン食べたと。結局その程度なんですけどもね。ただね、まあまあ量が多いって言っても、まあ山盛りあるんですけども、お皿がそんなに大きくないんでね、普通に大盛り程度の量で、ね、野菜もついててね、ドレッシングついて、美味しいと。で、席もそんなにないんですよ。で、おしゃれな、昭和のモダンな感じの喫茶店なんですけどもね。そこでゆっくりしたいんですけどね、僕の今の性分としてはゆっくりできないんですよね。なんかこう、今喫茶店におると。で、なかなか一人で喫茶店に行くっていうことはないですからね。で、風情のある喫茶店におると、これが貴重なことなんやっていうふうに頭にこう、なんか叩き込むみたいなね。だからその場をぼんやりしてっていう感じじゃないんですよね。なんか落ち着かないっていうか。で、例えば妄想するわけですよ。学生の時にサボって喫茶店行って、不良の話とか聞くと、要はそんなんあるじゃないですか。で、あれの魅力っていうのは、多分ね、学校行ってるその義務教育なり、小学校、まあ、小学校はどうかわからない、中学、高校なり、ここは義務教育ちゃうけどね、なりで、まだ学校行ってる状態にもかかわらず、喫茶店っていうのは、まあ、サボる場所でもあり、授業中に行くっていうね、その冒険ですよね。また、社会的な場所ですよね。お金が発生する、社会人が行くところに行くっていう、そのドキドキっていう、で、そこでサボって何人かでダベるっていう、そこの魅力ですよね。エロ本を、まあ、あれもお金かかりますからね。ただ、草むらは公共の場ですけど、お金かかる喫茶店とはまだ違いますけどもね。つまり、風情、雰囲気のドキドキですよね。喫茶店に行ったから、喋ったから、そこで何かプロジェクト立ち上げて、何かベンチャー企業立ち上げて人儲けとか、そういうことじゃないですからね。ただただ、何も生まれない、何も特に有益でもないにもかかわらず、どんどん自分がダメになっていく、落ちこぼれになっていくにもかかわらず、そこに行くっていうね、みんなでっていう、そこのドキドキですよね。そういう学生の時にこういうとこ来てたらどうやったやろっていうのを考えたりですね、必死に今喫茶店におることが貴重なんや、貴重なんやって何か言い聞かせようとするんですね。だからただ佇んでおれない。だから、まだ馴染んでないんでしょうね、そういう場に。その回数があんまりないから、毎日のようにこれが喫茶店行くようになったら、普通にいられるようになって、こう本とか広げてね、なんかこう小説読んだりとかっていうことになってくるんでしょうけれどもね。まあそんな感じでしたね。で、だからね、神保町行ってそういうふうに古書巡りしてサボールで、ナポリタン食べるっていうのをやってみたいっていう、昨年から思っていたことが、ふとこういう形で、神保町で、乗り換えて、人と別れてっていうね、たまたまっていう形で、これ実現するきっかけがあって、その後実際に行動するかどうかっていうのは自分次第ですよね。もうめんどくさいわ、知れてるわ、また次神保町来た時に次来ることなんて何年後か分からないですけどもね。でも、近いんですよ。一本ですぐシュッと、笹塚から神保町まで、都営新宿線で行けますからね。すぐそばなんですけども、すぐそばのところほど行かへんよな。大阪に住んでた時もさ、大阪市の上本町にずっと何も住んでて、そういう人ほど通天閣にも行かへんし、蟹道楽にも行かへんし、その向かいのあの食い倒れの、食堂にも結局一回も行かずじまいでしたからね。もう潰れましたけれども、そんなもんですよ。近場ほどなかなか行かない。
ね、寄席でもそうですよ、ね、東京でも、もう興味ね、舞台とかライブとかっていう時代じゃないから、娯楽いくらでもあるからね、落語とか漫才とかのその寄席なんかっていうのはもうないわけですよ、あんまり。末広亭とかいう昔からの風情のあるとこありますけど、僕まだ行ったことないですわ。歩いて新宿ですからね、行ける距離なんですよ。で、チケットショップなんか行ったら500円とかのチケット売ってるわけで、それ入れるわけで、いつでも入れると思うと行かないよね。で、これが閉鎖されると、お客さん経営から閉鎖されるとなったら、どーっと客が押し寄せて、なんで閉鎖すんねんということですよ。で、お前らが見に来えへんから閉鎖すんねんと。で、笑っていいともなんかでもそうですよね。で、終わるとなったら、このみんな見始めて、終わるな終わるな言うんやけども。でも普段から見に来いという話ですよね。なかなかね、だからね、身近でやってないことっていうのは他にもたくさんあるのかもしれないなと。知れないけれども思い浮かべたところで、たかが知れてるなっていう思いがあるわけですよ。で、東京に来たのが8年とか9年とかそのぐらい僕前やと思うんですけどもね、その頃僕生きる上でのテーマがあったわ。考えてみたら。高校の時とか友達おらん、コミュニケーション取れない、もうおとなしい子でしたからね。別に真面目でも何でもないんですよ。ただいやらしいこと考えるだけのネクラなおとなしい子ですから、僕の本質はそれですからね。で、となると、いろいろ不便なんですよ。いろんな経験何にもできないんですよ。学校に行くことと、家帰ってテレビ見るっていう経験しか学生の時はないわけです。で、大学行ってもネクラなの変わらないですからね。で、東京に来て、もう大阪におる頃からなんか見せ物のなんかなんとか劇場に出させてもらったりっていうのはしてましたけれどもね、こっち来て、いろんな人間関係やら、スピリチュアルテレビはまだ存在を僕は存じておりませんでしたから、他でね、他のいろんな世界でいろんな人と知り合ったりして、いろいろ遊んだり、いろんなとこ行ったりね、東京名所いっぱいあるじゃない。で、なんかこう、スピリチュアルテレビね、初め出だした頃に、無料でどんな風に東京都内で遊べるかっていうのを紹介したりもさせていただきましたけどもね。で、そういう感じでいろいろと、それが、だから学生の頃の遊べへんかったも取り戻しつつ遊びまくるっていうのが、東京に来た時はね、テーマでしたね。今思い出しました。で、それも、4年ぐらい続けたんですよ。それもね、新宿の高島のデパ地下でね、料理をしながらですね、で、見せ物いろいろ、いろんな媒体で、なんとか劇場で劇やら、おしゃべ、一人で喋るっていうのは、どっかで一人で喋るとかやって、お笑いライブで出たりとか、そういうの呼ばれた時にするんですよね、そういうのは。で、別にそういうの目指してるわけでも何でもない、芸能人は僕何でもないですからね。ただのブラブラしてるノンスピリチュアルフリーターですから、ただのフリーターですからね。そやけど東京ってない、そういう夢を持ってなんかする人が多いから、なんかいろいろさせてくれるわけですよ。で、いろいろ遊びに行ったりとかして、でね、夜も寝ずに、ね、もう睡眠時間も削って毎日毎日身を粉にして遊んでおりました、最初4、5年は。で、取り戻すどころか一生分もう遊び果たしたなっていう思いがあります。で、そっからはもう大体知れてるわっていう感じになってきて、まあ新しいことは何もしなくなってきましたね、ここ3年ぐらい前から。で、そうなってくるとですね、もう新しいことを思い浮かんでもですね、サボールで行く、ナポリタン食べるっていうのは思い浮かんでも、もうええやと。別に、どういうことないやろ。まあ実際行動をこの間起こせてどういうことなかったんですけどもね。いうふうな思いもあって、どん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 こう、行動しなくなってきてしまいますね。まあやっぱり年月経つと、そういう生き方になってくるのはこう自然なこと、流れなんかななんて思ったりもするんですけどもね。で、結局そうなってくると、ベクトルの向かう方向っていうのはね、日常生活になってくるわけですよ。もう商店街歩いて平和で楽しいなぁと、思わず笑いが込み上げてくると、その単なる日々の淡々とした何事もない日常ですよね。で、それまでに非日常やとか、面白いお祭りごとやとか散々経験して、まあ体力も使うからそれしんどい、楽しいのもあるけどもっていうね。ただ、
感極まったその、楽しいっていうのは、楽しくない、楽しい、めちゃめちゃ楽しい、めちゃめちゃ楽しくない。まあ、めちゃめちゃ楽しいのがずっと続いても、心はこれでね、しんどいわけですよ。一番いいのは、楽しいとか楽しくないとかじゃなくて、この状態、今の僕ですよ。今の僕はここの状態が一番心地がいいと。言ったりしてっていうのが結局ね、行き着く先ですね。だからもう、そこへ行くとね、何か余興を求めた時に、過去のそのちっちゃい頃やったことの、懐かしいなと。ビックリマン見る、エロ本見る。で、あの頃ああやったなっていう懐かしみで、それが一番のささやかな娯楽っていうんですかね。何年も前の僕から見たらさぞ退屈な人間になってるやろと思います。まあ、ただ今自然の流れでそうなってるからしょうがないよね。またこれからなんか血気盛んな人生を歩んでいくんかもしれん。どうなるんか分かりませんけども、今のところはね、かなりおとなしいで、それが一番求めるみたいな感じになってきましたですね。それでもね、これでいいのかっていう頭とかですね、何顕在意識的なものが、そんなもんでええのかって言うんやけども、その奥の自分がですね、いや、これでええねんって、ドンがそう言うとるからね、もうなんかこう、これでええんかな、思ってこう生きてますけれどもね、それでも何か起こそうとなった時に、久々にカレー作ろうみたいなことになってくるわけですよね。まあ、それで、誰に迷惑かけるわけでもなく、お金がかかるわけでも、なんかこう、命がけのわけでもなく、こう満たされるわけですからね。非日常としてカレー作ることが日常の中の非日常ですからね。非日常でも実際何でもないんですけどもね。食事してるだけですから。こう喋っててね、まあ、ちょっとお腹空いてきてね、カレー食べたいなという気になってきましたけど、今日はヨーグルトしか食べませんよ。もう夜中ですからね。もうこんな、遅ないくら一食しかまだ食べてない言うてもですね、ヨーグルト食べんのももうちょっとおかしいかもしれへん。もう昼食べて歯磨いてるわけですからね、何も食べなくてもいいわけですよ。このままお風呂行って寝れば済むだけの話ですからね。そやけども、お通じが良くなるんでですね、やっぱりお腹心地いいっていうのがいいんで、やっぱりちょっと食べてから行こうかなというふうに思ったりもしますけどもね。まあ、そんなことはどうでもいいんですけども。そんなこんなでですね、今日もなんかこう、淡々とした一日を過ごしましたです。だからね、あまりにも淡々としすぎてですね、喋ることが何もない。今日もほんまに1時間半の間、ほとんど無音の放送事故みたいな無口な放送になってしまいました。来週こそはね、ベラ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 、なんか喋ることが尽きないような、そう、ネタ作りっていう意味合いもあるんですよ。なんかこう遊んだりとか、突飛なこと起きたりとか、あとしんどいこと、苦しいこと、不調和音的なことがあるっていうのも、それはそれで結構宝になったりするんですけどもね、おしゃべりするための。で、ここでおしゃべりだけでなく、なんかこう、他行った時に仲間とこんなことあってとか、しんどい、つらい、苦しいことほど、命がけのことほど笑い話にできるんで、それを求めて、大変なしんどい、大阪におった頃なんか特にそうやな、しんどいこととかっていうのも、結局自分が求めて、やってたなっていうところはあるんですけどもね。せやけども、そうかと言って、おしゃべりのネタ作りのためにしんどいこと、過酷なこと、体力的にも、あんまりにも寝ずに、なんかこう、いろいろと、人間関係でもいろいろと、みたいなことはね、もう、代償がしんどい、半端ないんでですね、もう今やもう、楽々としてたい、怠けてたいっていうね、怠け心がこうついてしまいましたですね。これからどういう人生になるんでしょうか、どのぐらい生きるんか分かりませんけれどもですね、とにかく、九州にお住まいの、熊本にお住まいの方にね、一目こうお会いしてですね、助けるとかそういうことは一切しませんよ。食べ物持っていくとかそういうことは一切しません。そういう、技術もなければ何かこうする気も全くないんでね。ただ視聴者の方々と、熊本だけじゃない、北海道から沖縄まで、アメリカにもいらっしゃるんですよね。これをご覧になってくださってから、本当にありがとうございます。ひょっとしたらね、他の外国にもね、日本人、外国人、
関わらず、ご覧になっていらっしゃる方、あるいは年月を超えて何千年何万年後にこの、動画のデータだけ残っていて、宇宙人がご覧になってくださってるかもしれないですよね。地球の人間以外の方、こんばんは、藤木ゴロと申しましてですね、これ2016年、西暦ですね。キリストがポックリ行ってからか、2016、誕生してからかな、わからない。キリストいうのもほんまにおったかどうか知らんけどもね、神様扱いされてますけども、神様の割には偶像崇拝されてですね、なんとか派、なんとかキリスト教、原理主義派とかなんとか派に分かれて殺し合いしたりしておりますけどもね、人間というのは愚かなと思いますけれども、その上で、宗教を上で操っている、本当のドンが、世界各国のどっかにおって、そいつらが操ってるんやろうなっていうね、あんまりね、これ追求すると怖いんで、後が怖いんでね、夜道が怖いんで、もうあんまりね、そのシークレットガバメント的な追求はですね、しないでおきたいなとは思うんですけども、やっぱり興味あるじゃない。我々その地球上で、右往左往しながら生きてる、右往左往させている最後のドンが、世界各国のどっかに、あるいは宇宙のどっか、地球人なんか宇宙人なんか知らんけども支配している人がおんのかなーなんて思ったりすると、その立場になってみたいななんて思ったりしてね、よくそのロスチャイルド家とかなんとか家とかいろいろ聞きますよね、なんか北条家ね、中川家、まあ全然違いますけども、そういうことじゃないですけどもね、もうそういうその陰謀説とかね、陰謀論的な、その中にもね、ほんまのこととかっていうのが案外あったりすると思うんですけどもね。で、三菱自動車のなんかこう、不正の燃費疑惑がどうの。で、それに絡んで、実際は、世界のドンが、それを、いろいろ右往左往して、なんかやってるとか、パナマ文書がどうのとか、いろいろありますやんか。ね。なんかこう、世の中っていうのは興味尽きないなと。で、スピリチュアルの方々でもニュースの、番組とか、週刊誌とか新聞とかそんなに踊らされることないとか言いながらも、よう見とるやないか、思いながらね、批判してるいうことはよう見てるやないか。結局ね、そういうの興味あるわけですよ。フライデーとかね。その不謹慎な芸能人がくっついたどうした全裸写真がどうのとか、自分の身に置き換えたらもうゾッとするなとか思うんですけどもね、人のなんかこうやっぱり不幸も蜜の味みたいなところがね、人の身の心誰にでもねあるんですよね。そういうところを刺激するっていう部分がね、やっぱりそういう楽しみもあるというところなんですかね。僕あんまりね、最近はね、人の不幸的なことニュースとか見た時にね、なんか自然と自分に変換するんですよ。で、うわ、怖と。明日は我が身やと。気の毒やなっていう思いでね、あんまり楽しめなくなりましたね。不幸的なことに関しては。で、なんかこう、思うところがあって、なんか、せやけども、せやから言うて、あんまりにもね、いちいち、世の中のいろんな人やら、いろんな出来事やらに、もし自分やったら、もし自分やったら、思ってたら、いちいちね、なんかいろんなことが気がかりになって生きていけないんでね、まあ、できるだけ見ないふりしてね、犬猫のようにですね、なんかもうあんまり、自分に関わりのないことが、まあ、遠ざかってですね、ブラブラとして生きとりますけれどもね、まあそんな感じです。だから本当に喋ることがなくってね、もう内容のない、もう放送みたいに今日もなってしまいまして、もう本当に申し訳ございませんでした。来週はね、ちょっとベラベラともっとね、勢いよくね、インテル入ってるみたいな感じでね、瀬戸内寂聴が飽和してる最中に、タン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 言って、パソコンのインテルが瀬戸内寂聴に入ってもう何十倍にもなったみたいなね、ちょっとわけわからんような状態にですね、ぐらいになるぐらいちょっと喋ってみたいななんて思ったりしますけどね。チャットで終わっておきましょう。今日もたくさんチャットを書き込んでいただいてありがとうございます。ですね、一番最初書き込んでくださったのは、これ録画ボタンを押す前にね、ちょっと読ませていただいたんですが、どなたでしたっけね。片岡さんね、ありがとうございます。アウラさん、ね、ヤオイさんの時と、
この間とお会いして、いただいてありがとうございます。ぜひね、八尾さんのね、そう、明日ですかね、代々木で八尾さんのお試しの3000何本の宇宙塾あると思うんで、お試しで十分やと思うんですよ。お試しだけね、ぜひ、定員がある、あそこ、席がかなりね、広い場所じゃないから、しょうがないんですよね。だから、早めにね、予約してね、一回でも行こうと思ったことのある方は、次、なんかこう、見つけて行っていただきたいですね。どんな感じか。人によって、八尾さんがどうのっていうことじゃなく、何を見聞きするにしても、何に参加するにしても、これはすごいと。で、これは、こんなもんかと。何やこれはと。それ人によって、認識っていうのは違うわけでね。それ生活の、今までの、実際経験とか、今どんな状況かとか、で、ものの考え方とか、趣味思考とかによっても、ものの価値というのは違いますから。ただ、これ興味持って、定員オーバーやったというふうなことに直面した方はですね、次回の時にはぜひ、悔いの残さないように、行っていただきたいなと。やゆさんの言う、宇宙塾ね、行ってみてください。ぶっ飛んでて面白いですからね。日吉さん、こんばんは。よろしくお願いします。レイコさんね、こんばんは。チャトランさんも今日もありがとうございます。ご覧いただきまして。ボックスさん、この間お会いしてくださってありがとうございます。今後ともどうかよろしくお願いします。ボックスさん途中からですよね。ボックスさん来られるまでの間もね、何時間かあそこゴザ引いてね、いたんですよ。で、一盛り上がりしたんですよ。いろんな話で。で、みんながちょっとトーンダウンして、休憩っていう頃にボックスさんが来られたんで、いっぺんね、次の時はね、最初から参加してみてください。何回か盛り上がりがありますんでね、ぜひね、僕もね、最後まで言いたかったなという思いがあるんですけども、別の宴会があったんで、ちょっとね、夜からは離れました。夕方になってくると、春や言うても寒いですね。だから昼間は芝生の上でね、で、夕方になってくると、まあ寒いんで、ちょっと室内に行くのが、ベストですね。もう4月も終わりですけども、まだやっぱり毛布もかけて寝ますしね、時々コート着ることもありますしね、やっぱり6月頃あたりですからね、もう7月になったら突然暑くなり、もうみーみー言うて夜中でもね、もう眠れないぐらいの、蒸し暑くて眠れないのに、もうセミの音で、夜やねんから、もう静かにしときよと。いつまで、メスを呼びたいのかね、何なのかね、羽合わせて、羽を合わせるだけで音鳴ってるんですよ。電気信号とかそういうわけでは何でもないですからね。スピーカーがそこから機械が流れてるとかいうわけじゃないですからね。恐るべしですよ。あんなちっちゃい羽ですよ。物理的に擦るだけであんな音出るもんですか？あれ声じゃないんでしょ？セミって。不思議ですよね。まあそんな住みづらい夏が間もなくやってくるのかと思うと、いや、その前にね、6月、梅雨ですからね、憂鬱ですよね。6月、梅雨じゃなかったらさ、また名古屋に行ってさ、シオンさん宅で宴会してさ、それを中継したりしてさ、また、視聴者の方、名古屋の方多いんですよ。で、また半年に一回、半年になるからね、また行こうかなと思うんですけど、梅雨やからっていうのがあるんですよね。で、しおんさんもそれを、梅雨だからどうのこうのっていうね、やっぱり、食べ物をスーパーからお宅に持ってくる間にびしょびしょになるでしょ。そこの部分がね、いろいろと、僕もね、雨に濡れるのはどうかなっていうね、思いが。で、毎日雨っていうのはかなり憂鬱ですよね。昔、コインランドリーとかない時は、梅雨の時期って、洗濯物ってどうやって干してたんやろ？こたつかな？こたつとか電気もない、大昔の江戸時代とかは、人々はどうしてたんやろ？もうびしょびしょのまま、もし湧いて腐ったまま、服着てたりしてたんかね？どうなんやろね？なんか生活の知恵があったんやと思うんですけどもね、その頃、のコインランドリー代わりになるもんとかなんかあったんですかね。まあ、ボックスさんね、今後ともどうかよろしくお願いします。ミュウさんね、ミュウミュウさんとか、ミュウさんとかいろいろいらっしゃるんですけどね、スピリチュアルテレビ関係で。今、チャットで書きくださってるのは、ミュウさんです。ミュウさんね、ミュウさん、
こんばんは。オフ会、僕も突然ですけども参加させていただきましてありがとうございました。あの時ねちょっと暇やったんですよ、昼間ね。で、僕もね、そういうのにね、実はね、行きたいんですよ。やっぱりね、見ず知らずの人、そして馴染みの人、ね、含めて、お会いして、そこの場におるのが好きなんですよね。楽しいんですよ。で、今後ともね、どうかよろしくお願いします。おぎんさんね、今日もありがとうございます。サーフさん、サーフさんっていうの、サーフさん、確認ですが 1,2 ヶ月前に民放テレビ出ていましたよね。いくつか出ているんでね、そう、定期的にそのこれっていうレギュラーみたいなものはも全くないですけども、ちょろちょろいろんなものに出てるんでね、どれですかね。一番最近出たのはね、スカットジャパンっていうのの再現ドラマと、あとはサイエンス系の、再現ドラマと、あと2時間、いや、ま、それまで放送されてない、サスペンス。まあ、わかんない。ちょろっと一緒、あれっていうね、そこの部分ですよね。ちなみに僕、芸能人でも何でもないですからね、ただのブラブラしてる、ノンスピリチュアル、スピリチュアルでも何でもないフリーターですからね。そんな人間がこういうのに関わらせてもらったりとか、あれっていうのを映ったりとかっていうところにね、なんか値打ちを感じたりね。でもそれもだんだん飽きてきてね、なんかもっと面白いのないかとか、遊びないかとか思ったりするんですが、遊んだりするのもしんどいなと、体力的に。じゃあもうぼーっとしてるのがいいなとか、結局そう最近はなってしまうんですよね。どうもね、なんか行動を起こさない、今までのゴロちゃんらしくない感じ、新しいね、ニューゴロちゃんは非常に退屈な人間ですよ。うん、今後どうなるのかわかりませんけども。ホワイトドラゴン、ホワイトドラゴンさん、こんばんはということでね、クリームさんはじめましてということでね、クリームさんに向けてメッセージですね。サナさんね、今日もありがとうございます。カズさん、テディさん、戻りましたということでね、テディさんが、今日出張しておられて、今日もね、テディさんね、この間の、おとといのオフ会でね、テディさん、4月29日、今日ね、まあ、どっか行かれるとか、あと5月の、また7日かどっかにまた、行かれるとか、なんか、そういう話もなんか聞いておりました。今日はね、テディさんが、スカイプで中継というわけではないんで、アメーバで、生放送で1000人、2000人、3000人単位で生でご覧の方がいらっしゃるという怖い状況にはならずに済んだわけです。僕はね、このね、たくさんの方が、しかも、アメーバの動画とか、ツイートなんとかですか？そういうなんとかっていうのは、スピリチュアルテレビをご覧いただこうと思ってご覧になられる方なんて、ほぼいないじゃない。多分スティッカム状態やと思うんですよね。2チャンネルとか、6でも、いや、素晴らしい方々ばかりやと思うんですよね。スピリチュアルテレビに関わろうということではない、多目的の。一瞬見るだけの方もいらっしゃると思うんですけども、僕はね、怖いなっていう気がしてるんですよね。スティッカムの頃は100人単位、何十人とか100人単位やったから、全然、良かったですけどもね。もうその頃はもう住所晒したり、僕もですね、めちゃくちゃやっておりましたよ。スピリチュアルテレビというのを利用させてもろって、好き勝手言うたり、視聴者に向けてこう、うまいこと、喧嘩売ってくる人が半端なく多いんですよね。ちょっと待ってくださいね。今パソコンのね、電源が入ってなかったんでね、電源が切れそうになってたんで、ちょっとコンセント入れたんですよ。ね。で、いろいろ好き勝手やらせてもらってましたけどもね、ここへ来て1000単位の人数でそういう方々がご覧になられると、で今のネットが発達した時代になってくると、かなりねこれ、怖いことになってくるんじゃないかって思ったりね、言葉もかなり選ばんと僕に重複説なんかなったりするんじゃないかとかね、思ったりもするんでね。まあ、そこのところはね、様子見ながらね、スピリチュアルテレビとしては、媒体としては、どんどん広がっていく。ね、テディさんの、ずっと前からね、スカイプで十何年前から、もう、会社がね、亡くなって、もう火事でね、えらいことになって、その後、これからは精神世界やスピリチュアルやということでね、見事に先見の明だったわけですよね。で、パイオニアですよ、テディさんっていうのは。
で、今までこういろいろな方が出られてですね、不謹慎な出演者も約1名だけいますけどもね、何の能力もありません。スプーンもね、力技では曲げることはできるんですけどもね、それも100円ショップで売ってるスプーンだけですよ。高いスプーンは硬うて曲がれへんね、あれね。ということで、そう、な感じでね、ちょっと様子見ながらですね、どんどん広がっていく、人数、ご覧になれていく方が、スケールがちょっとでかくなっていく、これからはね、時代になってくるんで、僕もね、どういう喋り方、どういうやり方になってくるか分かりませんけどもね、まあ、来週以降も生きてたらですね、やっていきたいなというふうに思っております。すぐるさん、こんばんは。ね。すぐるさんっていう名前、非常に懐かしいです。江川すぐるさんね。で、筋肉すぐるさん。そういうね、イメージがあります。すぐるさんっていうのは、これ、本名でいらっしゃいますですかね。すぐるさん、ご覧いただきまして、チャット書き込んでいただいてありがとうございます。こんばんは。ユミさん、ユミさん、そうね、そう、行きたいんですよ。行きたいんですよね。で、せやけども、なかなか、皆のスケジュールっていうんですかね、3人ぐらいですけどもね。で、ユミさんはいつでもいいとおっしゃっていただいているんですけどもね、あとの、僕とのね、いろいろとね、あと、6月は梅雨やっていうのがあったりしてですね、僕は雨降ってもいいとは思うんですけれどもね、まあまあ、いろいろと、まあ、今年中に絶対行きますからね。ユミさんお会いしましょうよ。ね。まだ、どっか連れてってくださいね。カズさん、ね。キティ・アンジュさん。キティ・アンジュさん、こんばんは。チカ子さん。ゴリちゃん、アロハ、アロハね。僕もアロハ島っていうのを立ち上げてですね、アロハを広めていこうかなっていうふうに思ってたら、だんだん忘れてくるもんですね。僕は記憶力がないもんで。そうそう、アロハっていうのは挨拶でもあり、お別れの言葉でもあり、何でもね、アロハで、アロハっていう言葉さえあれば何でもいいんじゃないかと。もうスピリチュアルテレビもね、はっきり言って、アロハテレビでいいんじゃないかと、テディさん僕は思ってるんですよ。アロハな気持ちになったらいいじゃない。人は皆。で、世界中がアロハになれば、もう万々歳じゃない。で、みんながアロハであればいいんですよ。町内も、そして、都道府県も、国も、世界中、ね、もう宇宙もひっくるめて、アロハになっちゃえばいいんですよ、っていう気持ちで僕はいます。ね。だから、こう、スピリチュアルテレビも、言葉で精神世界に限定するんじゃなくてですね、まあ、それが全てやっていうふうに言えばそれまでなんですけどもね、もっと全ての言葉はやっぱりアロハやと思うんですよね。アロハっていうのはもう全てに置き換えることができる。だから、いただきますもアロハでいいんじゃないかなと。ごちそうさまもアロハでいいんじゃないかなと思ったりも、したりしますね。そんな感じです。で、広めようか言うてるんですけども、どんどん忘れていく。アロハ思い出させていただきまして、ちかこさんありがとうございます。ね、アロハ、ちかこさん、ピクニック会楽しかったですね。ありがとうございました。また遊びましょうということでね、いつでもね、うちにもいらしていただければというふうに思います。カズさん、本当のゴロちゃんに目覚められたんですねということでね、僕のことですかね、本当のゴロちゃん。例えば20年前のゴロちゃんは20年前の時点での本当のゴロちゃん。10年前は10年前の。5年前は5年前。去年は去年。今現在は今この現在のゴロちゃんがゴロちゃんなおですね。本当のゴロちゃん。目覚めた状態のゴロちゃんですね。このゴロちゃん本当に退屈な存在でね、とにかく佇んでよう、ぼんやりしてようというふうな、なんかこう、冒険心のかけらもなくなってしまったみたいな感じに、最近はね、去年、一昨年ぐらいからなっておりますね。どっか連れてってください、皆さんね。なんかこう、連れてってもらったところで、やっぱりピクニックとかいうふうになると思う。やっぱりね、それが一番いいっていう、認識です、今のところはね。だから、オフ会とかあれば参加したいなというふうに思うんです。花眼鏡さん、ありがとうございます。対談とかいろいろ話をいただいておりまして、ありがとうございます。ね。そうやって書き込んでいただけると、ほんまにね、そうなるかもしれないんでね、僕はもう、
呼ばれたらどこへでも行って何でもするっていう、そういう存在やと。社会的にはそういう存在やと自分では認識してるんで、なんか、不時頃を見て、思うことがあれば、何かこうやって面白いとかっていうのがあればね、ぜひ書いていただきたいなと。実現するかもしれないですからね。いろんな人見てますから。ありがとうございます。チャトランさん、イタリアンレストランのウェイティングバーのアバンティに行って、ジェイク、いつものとカクテルを作ってもらいたい。教授の他の人の話を盗み聞くすぐる姿を盗み見してみたいっす。ということでね。チャトランさん、これ誰のことや、僕のことなんかな。誰のこと言うてんのかな。イタリアンレストラン、いいですね。高級なね、ホテルのね、ロビーとか僕大好きですね。お金は一銭も落としませんけどもね。で、オフ会とかあったら、後半はそういうとこでみんなで過ごすっていうのがね、僕もね、何度かそれ行ったことありますね。何年か前、オフ会で。その時は帝国、それもね、東京駅のどっかやったか、皿がいっぱいあって、それぞれにケーキが3つぐらいずつ乗ってんのよ。それに行きましたね。それテディさんもいらしたわ。あの方いらしたわ。ご夫婦、スピリチュアルテレビに出られる、イルカさんじゃないよ。トシさんじゃないよ。まあ、ええわ。チャトランさん、コロちゃんの神保町みたいにアバンティに行ってみて。アバンティって何や？アバンティって何ですか？アバンティっていう場所があるんですか？派遣会社のアバンティ。これは違うな。ウェブ制作会社、株式会社アバンティ。これも違うな。会社名ばっかり出ますけどもね。イタリア語で前進のこと、前に進むということ。かつてのイタリア社会党の機関紙のこと。へえ、赤旗みたいなもんですかね。ファシストになる前の、ベニート・ムッソリーニが編集長を務めてたこともあると。ねえ、もう難しいことはわかりません。このアバンティじゃないだろうというのも大体わかりますけどもね。アバンティ新築御苑店というのがありますね。これは、美容院ですね。美容室ですね。これまた違うやろうな。カズさんね、トールさん。あ、トールさん。トールさん。おとといのトールさんですよね。で、トールさんと、もう一つ名前と何がいいか。ね。で、トールさん。ありがとうございます。トールさんね、今後ともどうかよろしくお願いします。あ、そうや。山田さんのことや。花眼鏡さん、コロちゃん、ジュンコロさんが、お話し会しても、モミティラーってカレー屋さんのインドカレーなかなか美味しい。モミティラーっていうの？それ大阪ですか？モミティラー。ちょっと調べてみよう。ミティラーか。近鉄難波。道頓堀1の6の14平松扇屋ビル2階。難波から徒歩3分。へえ。食べログにこれ載っておりますね。なんと、インドでよく出るミルクが載っておりますね。ああ、いいですね。こういう、本格的な、インドのカレーっていうのもね、食べてみたい。ただ、インドに行ったら雑なんですけど、まあ、カレーってそんな美味しいっていうもんでは、日常で食べるもんですからね。とにかく辛いだけやったりとか、いろいろするんですけどもね。日本人向けの、インドでも日本人向け、外国人用向けのホテルの敷地内のカレーは豪華やったりね。そっちの方がインドっぽかったりするんですよね。現実のインドよりも。だから、ベトナム行った時もそうなんですけど、ベトナムの生春巻きなんか、もうね、もう、あ、タレとかつけても腐っててね、もう臭くてね、食べられたもんじゃなかったりするんやけど、日本で食べるインド料理屋の、生春巻き、ものすごい豪華な、ちゃんとした作りやったりね、匂いもすっごいいい匂いやったりするんですよね。
嘘つけと思うんですけどもね、現実は違ったりするんですけどね、現地に行ってみないとね、実際分からなかったりします。で、現地の本物のカレーが本物のカレーですからね、現地の本物の生春巻きこそがベトナムの本物の生春巻きですから ね、汚いのが安いのが本物なんですよね、屋台で売ってるやつね。花メガネさんがなんかいろいろオカリンさんみたいにいろいろ書き込んでくださっておりますね。余談ですが、アバンティってホイチョイプロダクションズの企画のラジオ番組、それ何のこっちゃ。この後アメーバテレビに転送すれば放送できますよってことね。ユミさん、私も雨は苦手なので、あ、そうですね、じゃあ梅雨が終わった後やから7月8月暑い頃にしようか。暑い頃に、クーラーの効いたところで、だからさ、僕、夏でも冬でも着替え持っていくんですけど、ユミさんも、で、他の方々も、僕、名古屋とか行った時にですね、着替え持ってきて、いらしたらどうですかって僕は提案したいんですよね。で、荷物になりますよ。他弁当とかコロッケとか持ってきてくださるわけですからね。荷物になりますけど、汗びしょびしょの状態でクーラーの涼しいとこおるよりは、着替えたらさっぱりします。ほんと風呂上がりみたいなね感じがしますから、やっぱりね暑い時期っていうのはね、着替え持ってきて、でさっぱりした状態で宴会を始めるっていうのがね、僕はねすごく心地がいいんですよ。やっぱり着替えを持ってくるっていうのはね、他いろいろと夏のイベントごと行かれる方とかはね、僕は提案したいなというところではありますけどもね、荷物になりますけどね。花見かねさん、サントリーサタデーウェディングバーは東京 FM 制作による部門を除くラジオ番組、へえ、なんかそのバーの場所のことじゃないんだ。ミュウさん、インドでインドカレー食べたらまず最初は下痢する、おかんという、そうですね、僕もインド行った時に、あの時はね、なぜかね、体壊さんかったんですよ。ガンジス川にも飛び込んだんですけど、なんともなかったですね。おかしな、なんか熱出たりするかもよっていうの聞いてたんですけど、子供の土台も浮かんだりしてたんですけどもね、何にもなかったですね。バリ行った時は下しましたけどね。で、セイロガン飲まへん方がええとか言いますよね。で、下すべきやから下してるわけで、飲んで防ぐのはどうかと、体に悪いもたまるからみたいな。でね、まあ、生水飲まないのは当然で、バリとかベトナムとか行った時もね。で、ミネラルウォーター、風切ってないミネラルウォーターも怪しいっていうのを聞いたことがあったり、もう何を信じないかわからないですよね、そうなってくるとね。ミネラルウォーターなんかさ、6個の石水とか天然水とかいろいろあるけど、水道水入れて売ってても分かれへんからね、違いなんか分かれへんから、で、違いを感じようと思って水道水と、水道水から取ってペットボトルに入れて封した天然水って言うてるだけのんを飲み比べたとしても、もうそれで色眼鏡で見てるから、あ、水道水は水道水の味やな、あ、このミネラルウォーターはミネラルウォーターの味やなってなると思うのよ。違いのよっぽど分かる人じゃないとね。だからね、もうどうしようもないなと、その場に染まるか、もう体壊すしかないななんて思ったりもしますけどもね、ということでね、着替えを持って、7月あたりにですね、またユミさんお会いしたいと思いますんで、どうかよろしくお願いします。今日も一日ありがとうございました。で、来週はね、5月のひょっとして6日なんちゃうかな、テディさんにまだお伝えしてない、6日はね、僕ね、ちょっとね、撮影でね、またドラマ後ろうろちょろする撮影に行くんですよ。で、何時に帰ってくるのかまだ不明なんですよね。で、帰ってきて深夜にさせてもらうか、あるいは翌日にさせても、まだその頃になってからテディさんにお伝えさせていただこうと思います。また来週もどうかよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。